海と日本プロジェクト in 秋田県。相葉しおりです。秋田の海を北から南まで一望できるここ男鹿市にある寒風山、海と日本プロジェクト in 秋田県で映像では何度かご紹介してきましたが、まだ寒風山について詳しくお話ししていませんでした。今回は改めてご紹介したいと思います。こんにちは、今日はよろしくお願いします。ここスカイパーク寒風山回転展望台は昭和39年にオープン。館内にはお土産店、レストラン、展示ホール、資料館などがあります。着きましたね。すごい。いや、私だから本当に今日初めて来たんですけれども、こんなに綺麗で、かつ秋田の海を北から南まで一望できる、半島特有の地形っていう景色ですね。今日はまたあの生ハゲライドといいまして、はいはい、小川温泉郷から寒風山まで自転車でいらっしゃるんです、はい、この日はたくさんのライダーの方がここ寒風山に来ました。寒風山について教えてください。はい、標高が355メーターの山の里山なんですけども、山頂付近は全山芝生に囲われておりまして、何もこう遮るものがなく360度の素晴らしい景色を見ることができます。大正時代 の地理学者の方で日本を寄港している方で、この寒風山からの眺望が飛び抜けて素晴らしいということで、文献の中で世界三景に匹敵するような素晴らしい眺望であるといった文献がございまして、はい、で観光協会さんの方で、世界三景寒風山ということで、看板の方を設置して、はい、でお客様にこう撮影スポットなどになっているところであります。私どもこういった素晴らしい眺望とともに絶景を見ながらお食事を楽しめるレストランも併設しております。美しい景色と男鹿の海の恵みを楽しめる、最高ですね。秋田の海が一望できて、秋田の自然を全身で感じられるここ寒風山、とっても気持ちが良かったです。皆さんもぜひ一度お越しください。海と日本。